というボードを。チームでやっぱり意識を受けるならどういうところから。いや、ちょっと聞いてたと思うんですよ。でもなんかちょっとあらめくろな。今日はスーツ対サジーカス、マブンガ対キルスで入ってきた。マブンガーさあラモスから神沢開いた。神沢スリー。ファジーカス、もちろんそれだけボールに働きかけたというプレーでした。前田、つないは、つないジャッパー、いいですね。はい、もう一度見と、ショットクロックが4秒、マブンガ3、ディープ3が、ウトがジャックに勝って、マブンガ、マブンガディープ3、2連発だ。ちょっと今日はここですよね、やっぱね。篠山、一旦外ファジーカス3ポイント決めた。ちょっと今ボールがないところで守ってたんですね。ファジーカス決めた。ここのポイントにその中に、ファジーカス藤井ジャンパー決めた。スピンムーブから篠山がカバーする。マブンガ篠山ファール、エンワー。マブンガはこれで20得点。これもカバー、ビッグマンをこう剥ぎ取ることできないんですからね。ワズバール決めた。これ前半も1本いいところで決めてるんですよね。はい、いや、このターン、あら、ターンオーバーね。今ターンオーバー意識しないといけないですよね。ファジーカス開いた。おこれはこないか。これで2点差。これなんですよ、この今パスしてきた結果、ファジーカス、このバランスでシュートを決めます。うわっ、無事です。そしてファジーカスで、ここはおーいわー。このマブンガのところは前田とファジーカス、ジョンソンがいった。またマブンガのアシスト。7秒、マブンガ3、落ちる。さあ松田、前田が走っている。前田が行って、決めた。長谷川はスピード渡っています。アギラールがギャップに入ってファジーカス3ポイント。25点目。さあ富山のオフェンスです。あーっと当たれば3対2。ファジーカス入った。スリーポイント決めた。さあここで9点差ですよね。ですよね。治りましたね。失礼しました。奪った奪った。あーと8秒バイオレーションですか。これがオフェンスマッチはやっぱりスペース、スペースに人が入っていって、篠山がフローター。今度はファジーカス、彼にとっては今のがイージーか。マブンガに外で再びマブンガが持ちます。マブンガ3、おー決めた。多くの時間を富山がリードする今日のゲームではありましたが。